私は不思議な力を持って生まれた。それは普通の人が見えないものを見ることができる力。すべてが入り乱れる。映像、音、匂い。忘れてはいけない。これまでに起こったことのすべてを。そして自分自身を。まずはこの場所から物語を始めよう。あんな偏僻なところの道端に一人、事故に遭ったの？それとも誰かに乱暴された？名前は？あと連絡先は？家族がいるだろう。友達は？君の身元がわかる人だよ。いや。おしゃべりは嫌いかい？これじゃ力を貸せないよ。参ったな、もう。それは傷？最近のもの？止めるんだ。相手が誰だか分かっているのか？私が着くまで待てと伝えろ。まったく、今すぐあいつらに連絡をつけろ。何としても止めるんだ。この間抜けどもめ。映像来る。おい、これは何の騒ぎ？保護した女はどこだ？